どうも、高井です。この動画はあなたにはこんな才能があるよ、ここを磨いたらいいよと伝える動画ではありません。まず私自身がどんな風に自分自身の才能を分析し、どんな風に磨いていったのかっていう、それを伝える動画です。まず一冊目、これ億万長者富の法則。この本の中のウェルスダイナミクスによって自分自身がどんな分野の天才であるかを理解します。そして手相の本ですね。この本によって自分自身がどんな分野に向いているのかっていう能力の部分を見ます。決して未来を占うっていうことではありません。自己分析のために使います。で、こういう本を読むことによって自分自身どんな才能があるのかっていうことを理解し、その理解した上で、じゃあその分野に必要な要素って何だろう、それを考えた上でそのジャンルに沿った本を選んでいく。今だと Amazon とかの評価レビューでも星5、星1って評価が見やすくなっていて、1、2年前だとその評価を利用していい評価をつけてくれた人にはこんなプレゼントを差し上げますっていう、そういうマーケティングが流行ってたんだけど、最近だとそれがなくなりつつある。だからこそ星5ばかりの商品に見えても中に星1をつける人や星3をつける人、まあ普通だったなとか、ひどすぎるよとか、みんな悪く評価したけど俺はいいと思ったなみたいな、そういう評価をつける人が出てきて、以前ほど評価で惑わされるってことはなくなっている。評価を軸としてもいいんだけど、一番の値段かな、値段の高い本をまず読んでみて、でその上で評価良かったら買ってみる。それは一番安全かつ確実なので、今はそういう買い方をした方がお得かもしれません。まず実践してみましょう。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。